シデイブサイドは、チュニジアの自治体。首都チュニスの北東、約 20km にある、観光地である。人口は5409人。カルタゴとチュニス湾を見下ろす断崖の上にあり、地名は聖人であるアブーサイードにちなむ。チュニスから、TGM を利用していける。港カルタゴ、そして古代ローマは、現在のシディブサイドのある高台に灯台を、設置していた。 6メートル5メートルのモザイクが、かつてこの地にローマンビラがあったことを証明している。11世紀、村のある高台が、村アビ人町によって、チュニジア北東部海岸の防衛のため選ばれた。監視塔と灯台が建設された。彼らは丘に、ジェベルメナラという名を与えた。1156年に、ベジャで生まれたアブーサイードアルベージは、チュニスで教師をし、その名をとどめた。 晩年になって彼は、ジェルバメなら引退し、カルタゴ岬を占める丘の上に、リバートを建てた。それは見張りをするためと、スーフィズムを教えるためであった。彼は、海の死というあだ名をつけられた。それは、この場所近くに航行してくる船乗りを受け入れ保護すると、考えられていたからだった。彼は1231年に亡くなり、丘に埋葬された。彼のザウィーアは、 おそらく、彼の名を冠する、村の最古の部分である。村の北側にある考古学上の痕跡から、当時その場所を壁が囲んでいたと考察される。17世紀以降、この村の魅力に、チュニジアのブルジョワ階級が引きつけられ、彼らは税を凝らした家を建てた。1893年に軍区となった時、村には、シディブサイドの名が与えられた。 1915年8月28日、村の景観保護の精霊が導入され、1909年からシディブサイドに邸宅を構えていたロドルフ・デルランジェ。男爵の愛する青と白が強制され、岬の上へ無秩序な建物建設を禁じられた。こういった措置は、世界で初めてシディブサイドで指定された。デルランジェは、アラブ・アンダルシア音楽の一種である、 マールーフの復興を助けた人物である。彼の暮らした邸宅園内マエザフラは、現在、アラブ地中海音楽センターとなっている。20世紀、シディブサイドは、多くの芸術家、音楽家、作家を魅了した。これらの中には、フランソワルネ・シャトーブリアン、ギュスターブ・フローベール、アルフォンス・ド・ラマルティーヌ、アンドレ・ジード・コレット、シモヌ・ド・ボーボワール、パウル・クレイラがいた。 ミシェルフー,ーはここで、地の考古学を書いた。夜の工事シディブサイドの住宅は、アラブ建築、アンダルシア建築の組み合わされたもので、鮮やかな白い壁に青い扉が特徴である。曲がりくねった工事が、行き当たりばったりに散らばっている。1915年に指定されてから、シディブサイドは、白と青の、小さな楽園の異名が付けられた。ありがとうございます。